その水野ドライブしてキックアウト。おっとここはジェイソン・ウォッシュバーンがシュートを決めました。名古屋、その名古屋石川から、おっとここは水野がボールを奪った。ターンオーバーで、その長谷川がジェイソン・ウォッシュバーンの片手ダンクに、ボールは福島の水野、そして市岡から外へ出して、菅野、菅野のスリーポイントが決まりました。その神原は水野へターンして、中へ切り込んでいった。そしてシュートを決めた。福島は橋本が入っています。その橋本から水野、切り込んでいくか、いやここは山内に託した、深い位置からのスリーポイント。アンドリュー・ランドルがついていますが、ジェイソン・ウォッシュバーン、ここはコーナーから村上のスリーポイント。その橋本は2ポイント、どうだ、決まりました。福島、橋本、中へ切り込んでいった。厳しい体勢で2ポイント。再び水野がここは切り込むか、ゴール下、ジェイソン・ウォッシュバーン、福島、水野からジェイソン・ウォッシュバーンが最後は決めてきた。キャプテン菅野から市岡、そしてジェイソン・ウォッシュバーンから水野、スピンを使って最後は決めてきた。そしてアンドリュー・ランダルから再び石川、外パスでつないでコーナーから切り込んでいった野崎、ここはジェイソン・ウォッシュバーンがブロックしました。そしてそのままシュートを狙うが、ここはボール福島、そして橋本、速攻でしっかりとシュートを決めてきた。第4クォーターも間もなく5分を切ります。そしてキャプテン菅野、スリーポイントを決めた。